俺の父ちゃんってどんなんだ。興味ある。ルフィのお父さん。お前の父の名はモンキー D ドラゴン、革命家じゃ。悪運尽きただ。ん？さあ、それはどうかな。てめえは。ドラゴン？革命家ドラゴンに息子がいたのか。ルフィさんがあのドラゴンの子。じゃあドラゴンはカープ中将の子。なんなんだこいつの家系は一体。ドラゴンのフルネームなんて初めて聞いた。あ、おいみんな、一体何をそんなに。バカ、お前ドラゴンの名前を知らねえのか。あんたのお父さんとんでもない男よ。あ、わ、ロビン。なんて説明すればいいかしら。海賊は自分から政府や海軍を襲うことはないけど、今世界政府を直接倒そうとしている力があるの。それが革命軍。その頂点に立つ男がドラゴンよ。あ、今世界中のいろんな国々でその思想が広がって、王国に反乱を招き、いくつもの国が倒れてるの。政府は当然怒り、その黒幕ドラゴンを世界最悪の犯罪者としてずっと探し回っているんだけど、彼は素性の片鱗すら全くつかめない謎の男だったのに。のに？これやっぱ言っちゃまずかったかの。じゃあ今のなし。